毎度は、矢の車両毎度は、矢は、富山県富山市で運行されている、コミュニティバス。富山市と富山商工会議所、地元商業者等が出資する、第三セクター企業、町づくりと、山が、富山地鉄バスへ運行を委託している。毎度は、矢は、富山弁で、こんにちはや、ごめんくださいを意味する。2000年夏富山商工会議所が、創立120周年記念事業の一環として、 コミュニティバスを3ヶ月間試験運行、利用者アンケートを添えて、富山市にコミュニティバスの実現を打診し、その結果、町づくりと山が富山地方鉄道に運行を委託する形で、2001年3月に中央ルート、2002年4月に清水町ルートの運行が開始された。運行車両は4台で、いずれも富山市が富山地方鉄道に運行支援として、無償で対応している。 運賃は、小学生以上一乗車100円。9時台から19時台の運行で、中央ルート、清水町ルートとも、1時間につき3本運行している。また、富山地方鉄道が導入した IC 乗車カード、E コミカも利用可能である。両ルートともに循環運行で、下記に示すように肩回り運行である。なお、いずれのルートも富山駅前のバスターミナルには乗り入れしていない。 うちは、毎度は、矢の停留所の名称毎度はや中央ルートの、車両毎度はや清水町ルートの車両両、ルートとも小型のオンステップバスを使用しており、通常は、中央ルートは、日野、レインボー HR7 メートル、清水町ルートは三菱ふそう、エアロミィ MJ7 メートルである、2010年3月8日より2週間、中央ルートの一部便に日野、 ポンチョを改造した電気バスを試験投入している。当初は2月のダイヤ改正に合わせての投入が予定されていたが、車両のトラブルにより時期に遅れが生じた。旧デザインは、来ウのイラストを描いたものが使用されていたが、日のポンチョへの車両の更新の際に青色をベースとしたデザインに変更されている。特殊バスで回ろう。と山上手に使って賢く移動。意外と、 便利な循環型バス。富山商工会議所開放、商工富山、富山県商工会議所連合会、2016年1月9日閲覧、広報富山ナン、no. バー117、コミュニティバス、毎度はや中央ルートで、電気コミュニティバスの実証運行が始まります。富山市、2012年1月28日時点のオリジナルより、アーカイブ、 2012年3月24日閲覧。電気バスの実験延期と山故障を市が説明。中日新聞。オリジナルの2010年3月2日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 0 0 0 2 0 8 1 8 3 8 h t t p w w w c h u n i c h i c o j p a r t i c l e t o y a m a 2 1 0 0 2 6 c k 2 0 1 0 0 2 2 6 0 2 0 0 0 html, ありがとうございます。